せてくれ。切れたのか。これで決めてやる。はっ。
さい、これで決めてやる。ボス部屋か。ここからはいつもとは違う、ただならぬ雰囲気を感じるの。このままボスに挑もう。はい、私もサポート頑張ります。大丈夫だよ。俺たちはこいつを倒してセブンに追いつくんだ。ジークフリート。シノ、こいつも北欧神話に神をオマージュしてるんだ。ドイツの英雄叙情詩の主人公、北欧神話のシグルズと同じ起源、剣の腕に秀でているという伝説がある。まさにラストダンジョンの敵としてふさわしい。少し油断しちゃったみたい。レイちゃん、リッチー、レイ、いけない、下がって。はっ、ほっ、せい、これならどうだ。せい、てい、さすがにちょっとまずいかも。レイ、無理しちゃダメだよ。楽しくなってきたぜ。強力な一撃がきます。力が戻ってきたよ。はっ、これは敵の攻撃に注意してください。はっ、大丈夫、かすり傷よ。して先に進んだのかな。あ、おそらくパーティーごとに戦わなきゃダメな仕様なんだろう。別パーティーの俺たちが登場したからきっと復活したんだ。
か必要なことはあるかしら。また来てね。ここがこのダンジョンの終着点かもしれないな。やっぱり感じるのね、他とは違う雰囲気を。ここはさっきのジークフリートよりももっとヤバい感じがする。どうする、このまま戦いに行く？やっとここまで来たんだ、このままボスに挑もう。わかった、みんなでボスを倒そう。キリト君にレイン。君だけか、他のシャムロックはどうした？みんなもうやられちゃったよ、本当に強かったの。でも私がたった今倒したから。え、なんだって？スバルト・アールブヘイムの最深部にいる闇の神を私がたった一人で倒したの。お前のスキルレベルじゃ到底勝てないだろ、一体どういうことだ？キリト君、前に言ってなかったかしら、このエリア限定の OSS の引き継ぎ方があるって。それは元の使い手が使えなくなっちゃう代わりに、引き継いだ相手はそのスキルの熟練度も引き継げるというパターンなの。じゃあクラスタやシャムロックが自分の OSS を一斉にセブンに引き渡しているの？そうよ、君に敗れた後スメラギ君もこのスキルを私に引き継いだんだよ。そうか、シャムロックやクラスタが持つその羽飾り、それはスバルトエリア限定のレアアイテム。映像や音声の通信手段として使えると同時に。そう、スバルトエリア内限定で離れた場所にいるプレイヤーにでも OSS を引き継がせることができるの。そして今まさに私は倒れたみんなの力を集め、ラスボスに一人立ち向かい、今頃この羽飾りを通じて ALO 各所に伝わっているはずね。壮大な実験、題してラグナロクパストラルとでも名付けようかな。どう？ラグナロク、北欧神話の神々の黄昏か。神々の時代よ、キリト君。私の実験の成功はネットワーク社会の新たなる一歩になるの。セブン、君ってやつはいくらシステムで許されていたって、多くのプレイヤーたちのゲーム体験を、経験値を摘み取ったんだぞ。スキルを向上させるためにそれぞれ努力してきた血と汗と時間が君の実験のために無駄になったんだ。